NHK 青春メッセージ。NHK 青春メッセージ。NHK 青春メッセージは、毎年1月の成人の日に開催されていた日本放送協会主催のアピールコンテストである。東京、渋谷の NHK ホールにて開催され、毎年、当日午後2時4時に、NHK 総合テレビ及びラジオ第一で生放送していた。前身は1955年度、 1956年1月15日開催から1988年度1989年1月開催に行われた NHK 青年の主張全国コンクールで当該年度4月2日翌年4月1日に満20歳成人式を迎える死者を対象に毎年あるテーマに沿った主張を発表してもらうというもの。第1回。 1955年度は前年、千代田区内幸町の NHK 東京、放送会館に隣接して完成した旧 NHK ホールで開催され、以後、同ホールの他東京都内の公会堂などを会場に毎年開催。1973年に現在の NHK ホールが開場するとともに、1973年度第19回、 1974年1月15日より、現、NHK ホールでの開催となる。ラジオでは、第1回から毎年中継していたが、テレビでの中継が行われるようになったのは1959年度、第5回からである。1989年度、1990年1月開催から表題を NHK 青春メッセージとして、予想意を一新。 それまで設けていた主張テーマを配して自由にアピールを発表することができるようになったほか、ビデオやカセットテープに収録して応募することも可能となった。また、年齢制限も緩和され、当該年度に満15から25歳になる青少年に広く文句を解放した。全国コンクールに出場するためには、まず、それらの書類等の審査を各都道府県単位で実施し、 その中から優秀な作品、アピールを選出して全国各地で行われる地区コンクールを勝ち上がることが県。1992年度までは全国47都道府県地区、各都道府県の NHK 放送局が主催による地区大会を行う方式だったが、1993年度からはこれが廃止となり、全国8ブロックの地域単位、 各機関放送局が主催による地区コンクールに変更された。毎年成人の日に行われる全国コンクールには各ブロックごとのコンクールを勝ち抜いた1から2人程度ずつ、合計10から12人程度が出場し、その中から最優秀にあたる青春メッセージ大賞をはじめと他各賞が表彰された。また、全国コンクールの開催時は、 アピールの発表会に加えて特に同年代の支持が高いアーティストによるライブパフォーマンスも展開された。なお、番組の総合司会は原則として NHK アナウンサーとその年度の成人式を迎えるタレントが務めていたが、年度によっては新成人でないタレントが務めた例もある。2001年度の氷川きよし、2002年度のタッキー翼など。このコンクールには、 毎年、皇太子、秋人親王が来賓として出席していた。なお、イベントの模様は総合テレビ及びラジオ第一で放送。総合テレビでは当初、公開録画で放送されていたが、1985年度第32回、1986年からは生放送となった。また、開催から1ヶ月後に、総合テレビでそのまま再放送された。 主に日曜の夕方の時間帯、末期は平日深夜、ミッドナイトチャンネル枠。肩書きなどは当時、毎年成人の日の恒例として定着してきた、青年の主張コンクール、青春メッセージだったが、時代と共に天気に入ることとなる。2000年代に入り、成人式での参加態度の悪化が、社会問題化するなど、年々若者を取り巻く環境が変化する。 さらに、青春に開大してからは、アーティストのライブも入ったりするなど、これまでの弁論コンクールとは、かけ離れたものになった。加えて、2002年度からは、青春メッセージと、ほぼ同世代の高校生が出場し、高校サッカー部の日本一を決める、全国高等学校サッカー選手権大会、日本テレビほか民間放送43社の決勝戦が番組として、 ほぼ同一時間帯で生中継するようになったこともあり、イベント、番組の人気にも限りが見えるようになった。そしてかつては5から6000人はいた応募者の数も年々減少し、最終年の2003年度には2000人までに減少した。これまでの弁論大会としての内容も、社会の情報化やパソコンや携帯電話などの普及などにより、主流が 筆や活字からメールにとって変わるなど、趣味が多様化していくと,とともに、以後年々雑記風になり、弁論大会としての勢いを次第に失っていく。当時チーフプロデューサーを務めていた亀貝誠一は番組としては歴史的な役割を終えたとして、2004年に青年の主張第1回開催から50周年を迎えるにあたり企画を一新させることとな、2003年度、 2004年1月12日開催を最後に50年にわたるアピールコンテストとしての歴史に幕を下ろした。50周年を迎えた2004年度2005年1月10日は時間を14時から20時へ移行し引き続き NHK ホールにてライブパフォーマンスに特化したイベントライブジャム2 0 0 5を20時21時58分の時間帯で生放送した。 なお、ライブジャムの司会は、青春メッセージ最終年から引き続き、講師、そしてベッキー、大の字が担当した。なお、翌2005年度、2006年より成人の日の定例特番を打ち切ったが、2009年度、2010年の成人の日、1月11日に、夜19時30分20時45分の時間帯にて、 新成人となる20歳の若者に向けた音楽ドキュメンタリー番組成人の日特集みんな、20歳だったが放送され約5年ぶりの NHK の成人の日特番となったが同番組は生放送ではなかった上今一つ浸透しなかった2017年の成人の日1月9日にはパンクロックバンドアンオクロックメインによるワンオクロック18歳 フェス1000人の QER が放送され、7年ぶりに NHK の成人の日特番が復活した。同番組は2016年11月13日に収録されたもので、動画パフォーマンス、今回は18歳限定など、ほぼ青春メッセージの体裁に近いものとなっている。なお、それ以降も18歳はワニマラがメインを務めており、毎年秋から冬の時期に開催。 特番として放送されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。